始まるよ。準備はいいかな？はい、ところがですね、どうして法人が必要かということにつきましては、ある程度、説明は一致しております。ここではですね、いくつかあるんですけれども、2つ見てみたいと思います。1つは法律関係を制御するためという機能がある。それから2つ目は、有限責任制度を利用したいと、こういうことでございます。1つずつ見ていくことにいたしましょう。でですね、例えば例としまして、ABC の3人がラーメン屋を営業すると、で事業展開を図ろうとしたという場合ですね。で、まあ、いろいろな、事業形態の置き方あるかと思いますが、例えばこれ今 ABC が単に共同形態、共同で、事業を行ったという場合ですね。そうすると、例えば今この ABC が D2 から店舗を借りるわけです。それから、E からですね、材料、ラーメンの麺を仕入れるわけですね。それから F とか G とかっていう従業員を雇うと。こうすると、A と D、A と E、A と F、A と G、それから B と D、B と E、B と F と G、それから C と D、C と E、C と F と G と。それどころか A と B、A と C、B と C といった、こう、法律関係がですね、たくさんになりすぎてしまうと。法律関係は、錯綜してしまうと。そこで、今、ABC の3人が、Y という法人を作ったと。で、この法人によって、事業展開を図ろうとしたというのであれば、ABC はそれぞれ Y 法人との間で権利義務関係があると。で、Y 法人というのは D との間、あるいは Y 法人は E との間、Y 法人は F や G との間ということで、こういう形で法律関係を整理整頓できると、制御できるというところに、まあ、法人というものを認めるメリットがあるんだと、こういうふうに言います。ところがですね、ところがというか、それよりも、もっと大きいのはですね、この有限責任制度と、人によってはですね、IT 革命なんていうのはもう、比ではないと。人類が発見した知恵の中で最も偉大なものの一つであるという言い方がされます。はい、どういうものか見てみましょう。33ページの、ケース9をご覧ください。ABC が各100万円ずつ出資して社員となることにより設立された Y 法人は、事業資金として、X 銀行から100万円を借り受けたが、Y 法人は250万円しか融資していなかったと。さて、X 銀行としては、誰に対して返還請求ができるだろうか、以下の場合に分けて考えてみようと。で、丸1で Y 法人が、有限責任社員のみで構成されている場合。2番として Y 法人が無限責任社員のみで構成されている場合と。で、3番が Y 法人が有限責任社員 A がね、で、B と C が無限責任社員の双方から構成されている場合と。こういうものでございます。で、これですね、我が国の、法人制度においてはですね、ちょっと前提なんですけれども、この社員という人ですね、人が集まって、その人の集まりに法人格を与えるという、社団法人。で、それともう一つは財産の集まりに対して法人格を与えるという財団法人という、まあ、二つの与え方があるんですけれども、よく間違えるのはですね、社団法人の社員。これ、従業員という意味じゃありませんからね。法人に対する出資者のことです。で、この、今ちょっと念頭に置くのはこの社団法人、人の集まりの方を念頭に置いてみることにいたしましょう。で、これですね、この社員が法人に対してどのような責任を負うかと、この社員が法人に対してどのような責任を負うかということにおいて、ついて、社団法人は有限責任社員と無限責任社員という、まあ、その2つの構成を置いているわけですね。どういうことかと言いますと、まず1つ目、出資の限度のみで責任を負う、こういう責任形態のことを、有限責任社員という言い方いたします。有限責任という言い方いたします。例えば、ケース、この9で見ますと、丸1番、Y 法人が有限責任社員のみで構成されているということですね。この場合ですと、ABC は100万円を出したこと以上の責任を負わないということになります。これに対して、無限責任というのは、出資だけにとどまらず、法人の債務について無限に責任を負うというのを、これを無限責任というわけですね。したがって Y 法人が無限責任社員のみから構成されているという場合ですと、例えば、丸1の場合ですと、銀行ですね、1000万円これ借りているわけですけれども、Y 法人250万円しか持ってなかったというのであれば、社員が有限責任社員のみから構成されていると、もう有限責任社員に責任追及できないわけですね。100万円出資したらそれ以上の責任追及できないと。ところが無限責任社員のみで構成されているというのであれば、無限にですね、Y 法人のところお金なくなったら、ABC からの個人財産から、弁済を図ると。
債権回収を図ることができると、こういうことになってしまいます。だから有限責任社員のみから成り立っている法人だったら、取引の相手方っていうのはその法人がいくら金持ってるかということを気にするわけですね。ところが無限責任社員から構成されているのであれば、これ Y 法人がいくら持ってるかということも大事だけども、それ以上に社員のですね、財産がどうなってるのかということ、これがやっぱり注目するでしょうね、ここにね。それから ③ で、この有限責任社員と無限責任社員両方から構成されているという場合もございます。で、今ですね、会社法の制度だけでお話をいたします と、この有限責任社員のみから成り立っている会社としては、株式会社と合同会社、旧有限会社ですね、これがございます。それから無限責任社員のみから成り立っている会社としては合名会社、それから有限責任社員と無限責任社員、これ混在している、この場合を合資会社と、こういう言い方いたします。したがってですね、例えば株式会社、皆さんがですね、今どうですか、コロナで大変だから、IT 関係の株でも買うと上がるんじゃないかとか考えていると。で、株式会社、どっかの IT 関係の株買うわけですね。ところが買ったけれども、その会社が倒産したとしても、これ株買うということは要するに、この社員の地位を買うわけですから、この社員の地位、ここが仮に会社が倒産したとしても、自分の株式の価格がパーになるだけだと。だから安心して株買えるわけですね。会社倒産したからといって株主のもとにこの債権者が金返せと押しかけてくるということは、こういうことはないわけですね。で、この有限責任社員、有限責任というのがですね、これを利用するために、つまり個人の財産と、会社の財産を分けるという、これですね、ここに、今日の法人を、認める必要性が、大いにあるんじゃないかと、こういう言い方がされるわけです。